今日はお家で簡単に楽しく遊べるものを紹介します。じゃあ先生お願いします。はい、はい、では今日はみんなのお家なるもので遊びたいと思います。最初は小麦粉。あ、ぴょんちゃんね、知ってるよ。これね、お母さんがね、ケーキ作ったりね、天ぷら揚げたりするのだよね。はい、次がこれは何だか知ってる？ぴょんちゃん知ってる知ってる。天ぷら揚げる油。そう、これはサラダ油だよ。はい、次は、はい、これはお塩です。あ、塩っぱい、お塩だ。はい、そしてじゃん、お水も入れるよ、ぴょんちゃん。お水、おいしいんだよね。うん、それから今日はみんなのお家にはちょっとないかな、色をつけて遊びたいので色粉も用意しました。赤、緑、黄色です。ぴょんちゃん知ってる？色粉って知ってるよ。あのね、どんどん焼きどうだんを作るときに使ったよ。そうそう。はい、それでは今日これで小麦粉粘土を作りたいと思います。はい、ではじゃあボウルに小麦粉を入れます。小麦粉は今日は 100g です。 100g ってこのぐらいです。これをボウルの中にまず、先生触ってみて、小麦粉どんな感じ？はぁ、とってもふかふか。あ、ぴょんちゃんも触ってみる。はい、はい、ぴょんちゃん、はい、スベスベだね。これに今日はね、色粉を先に入れたいと思います。ぴょんちゃん何色が好き？ね、ぴょんちゃんはね、あ、そうだ、ぴょんちゃんの頭のボンボンと同じ色、緑がいいかな。じゃあ緑の色粉を入れます。緑、緑、ちょっとでいいんだ。このちっちゃなスプーンで入れます。はい、一杯でいい？いいよ、入れます。はい、はい、入れました。じゃあ混ぜ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 します。おー、緑になってくね、綺麗だね。なってないよ、ぴょんちゃん、まだ白いよ、ほらほら、まだだった。はい、じゃあ次にぴょんちゃん、あ、先生、次ここにサラダオイルを入れてください。入れすぎちゃうと大変だから、キャップに測って入れるといっぱい入らなくて大丈夫だよ。まず1杯サラダオイルを入れると手がね、ベトベトにならないんだって。で、粘土がツヤツヤになるんだって。うん、次はお水を入れてください。お水はちょっとずつ入れます。はい、少しずつね。はい、あ、あ、ぴょんちゃん見て、あ、緑だ。あ、ここで緑色が出てくるね。これ見えるかな、こねこね。見える、みんな見える、緑になってきたよ。じゃあもうちょっと入れてください。もう少し入れます。ここで少しずつね。あー、ぴょんちゃんの好きな緑色になってきた。ちょっとここでこねるから待っててね。こね、頭の色と同じだね。うん、これね、かわいいでしょ、僕大好きなんだ。こんな感じ。よし、こねこね、こね、あ、固まってきたよ。ほんとだ、緑色になってきた。だんだん固まってきた。それで何 cc ぐらい入ったのかな、今。今入ったのは、50cc です。え、ちょっと水入れて、であと少し入れます。 20cc ぐらい入れるね。でもね、楽しみだな。固まってきたよ、すっごい綺麗な緑色。ほら、ほんとだ。でもなんか手についてきちゃったから、サラダオイルをちょっと入れてもらってもいい？入れすぎないようにね、気をつけてね。うん、よし、あ、これ手につかなくて、ほら、取れるでしょ。本当だ。ここにお塩入れた。お、お塩入れたよね。お塩入れたよ。うん、お塩を入れて。お塩も入れたよ。お塩は、うん、腐らないようにだよね。腐らないようにするために入れるんだって。塩ってそうなんだ。そうすると冷蔵庫に入れとくとね、3日間ぐらい持つんだって。3日だよ。そしてその次に入れたのなんだっけ。
お水と色粉だ。色粉を入れて、まだでも固まらない。もうちょっとお水入れてくれてもいい？まだまだパサパサですよ。じゃあ、あとちょっとお水入れて。こうやって、どうかな。こねこねしながら、あ、いい感じ。お水を入れて、あ、ほら固まってきた。あ、サラダオイルを入れておくと、ほら、だんだんと。緑のお団子ができてきたよ。小麦粉粘土、ほら、油入れてあるから、キルキルキル。こんな感じで、お水をちょっとずつ出してって、そうだそうだ、みんなのね、耳たぶぐらいの柔らかさになると、ほら、だんだんと、こうやって、お団子、小麦粉粘土が。すごい。僕の耳長いでしょ。でもなんか 手がベトベト。あ、手にちょっとね、サラダオイルつけるといいかも。ちょっと、サラダオイルちょうだい。で、もし、お水入れすぎたなと思ったら、また小麦粉を入れると、ちょうどよくなるよ。ちょっと手につけて。ああ、ほんとだ、先生が、ってな、きれいになってきた。手がベトベトだなと思ったら、サラダ、油入れるか、小麦粉入れればいいと思います。じゃじゃーん、すごーい、完成。完成。これで何か作って遊びたいと思います。前に作ったね、他の色が、ぴょんちゃんは緑がいいって言ったけど、うん、他に作ったの紹介するね。赤を作ったらピンク色になりました。可愛い色だね。材料はお家にコーヒーがあったので、コーヒーを入れたらちょっと茶色、もっと入れればもっと茶色になるかな。ぴょんちゃんのお家にもね、お父さんコーヒー飲むからコーヒーあるよ。で、これはね、黄色を入れて、あ、ちょっと緑も混ざっちゃったね。黄色で作ります。あ、ぴょんちゃんの色だ。そして、あとお家に抹茶があったりとかカレー粉があったら入れると色がつきます。何でもできるんだね。そう、全部みんなのね、お口に入れても大丈夫なものでできています。さあ、これで何を作ろうかな。なんか作ろう。じゃあ、なんか美味しいもの作ってほしいな。じゃあ最初は